ゴンスケはいるのかい、ゴンスケ。へい、なんでございますか、おかみさん。いいか、ゴンスケ、そこに座っておくれ。お前に話があるんだけどさ、というのはね、うちの旦那のことだけどさ、なんか知らないけど、この頃そわそわしちゃってさ、もう帰ってこないし、うん、何かあるでしょ。もしかして、脇にお囲いでも出たんじゃないかと思うんだ。お前知ってるんだろ、うん、どこだろ。え、旦那様か。あのスケな野郎が、いい気になったんだろうな。何、面白いことじゃないんだよ。何笑ってんだ。ね、最後の人、知ってるんだろ、いつも灯してるんだろうから、うん、さあ、行ってね。は、いやいやいや、そんなこと知らないよ、俺そんなこと知らないよ。そんなはずはな。あは、わかったわかった、お前に何か欲しいんだね、何かご褒美が欲しいんだね。うん、わかった、じゃあ、お前の好きなものも言ってね。好きなものも言ってくれ。お、好きなもの、俺の好きなものね、アイスクリームだ。アイスクリーム、変なもんが好きだね。まあ、わかった、じゃあこうしよう、うん、これお前にあげるんだ。はい、取ってて。はっ、これは1円もあるんじゃねえか。こんないいもの本当にもらってもいいんですか。いいよ、取って取って。さあ、じゃあゴンスケ、あげるものもあげたんだから喋っちゃなさいよ。どこなの。はい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 、この家を出ましてね、3軒目に八百屋さんがありますね、その隣でございます。あら、まあそんな近かったのか、知らなかった。で、いくつなの、いくつなの。あれは確かに、30円出すともう3つくんだ。お前何の話してるんだ。いや、そのアイスクリームの話、アイスクリームの話じゃないんだよ、旦那のお囲いだ。あ、そんな話まだつついてたのか。いや、それは本当に知らないよ、本当に知らないよ、本当に知らない。よかった。じゃあ、こうしよう、旦那さんも今からお出かけになると思うんだから、お前はその後つけてて、どこに行ったか、あと私に教えてもらうからね。さあ、旦那さんも来ると思うので、ちょっとあっちの部屋で隠れてね。あら、旦那さんは、どこかにお出かけになりますか。いや、俺ちょっとね、あの友達に会いに行くんだけどね、まあ、あの遅くなると思うんだから、先に寝てても構わないからね。どうぞ行ってらっしゃいまし。あ、今日はどうぞゴンスケをお供に連れてくださいましね。いや、いいですよ、今日は仕事じゃないんだから、そもそもあんな野郎はいらないし。いやいや、私下降りで大丈夫ですからね。そんなこと言わずに、どうぞゴンスケをお連れくださいましね。どこでどなた様に会うかも分かりませんし、それがあなた様のご貫禄というものが疑われますからね。あ、そう、分かった分かった、じゃあ、連れてくるよ。ゴンスケ、ゴンスケ、ヘイゴンスケ、30誰のマナーだそれ。まあ早く準備しろよ、今から行くから、とにかく、遅くなると思うんだから先に寝てても構わないよね。どうぞ行ってらっしゃいまし。ゴンスケ、さあ頼むね。さあゴンスケ、しっかりついてこいよ、のこのこついてんじゃないよ。おめえさん、今どこだ、どこ行くんだ、どこ行くんだ。うるせえな、お前、マリアスの旦那のところ行くんだから。マリアスの旦那、女性にしちゃ結構変な名前だね。何言ってんだお前、前だろよ、お前な、うちのやつに頼まれてきたんだろ、俺の後つけてて、どこに行ったか後にあいつに教えるだろ、そうだろ。おめえさん、見てた。いや、見てはしないんだ、見てはしないんだけど、そんなことくらいわからんと、もう旦那が勤まれると思うのか。さすが旦那様、もう感動しますね、さすがですね。わかりました、わかりました、じゃあ、仕方なく。これはおめえのおかみさんにもらったもんだけど、これ、おめえさんにお返ししますんで。なんだお前、1円ももらったのか。くぅー、この野郎ね、何様のつもりか。じゃあ、いいよ、あれはお前がもらったもんだから、取っとくれ。そんでな、はい、これお前に、はい、どうぞどうぞ。あ、これ2円もあるんじゃねえか。え、こんないいものもらうとは何か企んでるよね。企んでるってね、うるせえなお前。坂本介、こうしよう、お前な、このままうちに帰っちゃうな。で、うちのやつにこう言ってくれ。途中でな、周りやすの旦那とばったり会って、向島良家送り込みになって芸者会を挙げてどんちゃん騒ぎをいたしました。で、修理芸ってので隅田川で網打ちをしてて、その後旦那様は湯河原の方へ送り込みになって
帰りはございませんと。そうよ。へい、わかりました。で、うちのやつはね、どうも疑い量が深くてね、うん、あの、そうだ、魚屋に、魚屋で、魚を買って、うちのやつに見せれば、まあ、あいつだってちょっとその話は、信用してくれると思うんだから、じゃあ頼んだね。はい、どうぞ行ってらっしゃいますよ。ああ、もう行っちゃったね。もう本当に嬉しく。なんだあの野郎ね、旦那のくせにもう大したやつじゃないんだね、まったく。もってね、あ、そうだね、こんなことをする場合じゃないんだね、早く、魚を買わなくちゃいけないんだね。というわけで、ゴンスケは魚屋に行って、魚を適当に買って帰りました。ゴンスケ、ただいま戻りました。あら、ゴンスケ、早かったじゃない。で、今日はうまくいったよな、ね。はい、今日はうまくいきました。うま、あ、そうだね、そうだね、今日は、途中で、丸安の旦那とばったり会って、向こう島料亭を送り込みになってて、芸者が上げてどんちゃん騒ぎを出しました。で、その後、あの、潮井がいてんで、隅田川で網打ちを塩ではないかという話になって、隅田川で網を打ちました。で、その後、旦那様が湯河原の方へ送り込みになって、帰りはございませんと、そう言ってくれ。今なんと、いや、これゴンスケ、失礼します。おい、ゴンスケ、ちょっと待ち。どうしてお前そんな嘘ばかり言うの。嘘じゃないんだよ、俺正直ゴンちゃんって言うんだよ。嘘は言えねえんだよ。何言ってんだ、嘘に決まってんだろ。時計をご覧ください、時計を。お前が出てたのは2時なんだよ。今2時15分じゃないか。15分の間で芸者会を挙げて隅田川で網打ちはできますか。できますかって、出ちゃったもんだからね。もう人は、やってみれば何でもできる。ああ、これ、あの、今日はちゃんと証拠の品を持ってきましたからね。何証拠の品ね。網打ち魚、うん、それ私に見せてくれ。はいはいはい、わかりました。一番最初に捕まえたのはこのニシンという魚でございますね。何言ってんだ、この魚は北海道でしか取れないじゃない。え、あ、いやいやいや、あの、確かに北海道のものではありますけど、この魚はもういつかは江戸を見物したくてここに来てて、で、俺がその時捕まえてございました。で、その後来たのはこの、ノーザンパイクという魚ですね。もう立派でね、でかいですね。またバカなこと言うんだね。こんな魚はヨーロッパでしか取れないじゃない。え、あ、いやいやいや、あの、確かにこの魚はヨーロッパのものではございますけど、もう日本の文化に興味を持ち始めてて、で、ここに留学しに来ましたね。で、その時俺が捕まえたでございますね。で、その後来たのはこのメザシという魚ですね。この魚ね、もう臆病者だから一人で泳ぐのは怖いだからね、目玉に藁を通してて団体として泳いできたんだよ。で、俺がその団体を一気に捕まえたでございますね。もう次から次からバカなことばっかり。ゴンスケ、こんな魚は関東1円で取りますか。1円、ああ、それは違うよ。俺は旦那に2円もらって頼まれた。